休み時間レイディオ井上真でございますよ。ノーミルク砂糖でございます。ランチタイムですよ。何食べてますか、食べながら聞いてください、うん、ということでしてね、撮ってるのが12月21日火曜日ね、はい、2本続けて撮っちゃってるわけですけども、ね、そうなんですよ。出てんのは多分これ水木曜日かな。そうですね、23になると思うんですけど、何でしょう、寒いですかね。いやー、どうなんでしょうね。そしてもうそんなね、まあ、収録しててね、まあ、ちょうど1本目の収録が終わったところで、ちょうどその終わりっていうところでニュースが出たものが1個あるんですよ。なんとマーサー、皆さん、今年はですね、J リーグから、我々ファンサポーターに対してクリスマスイブにプレゼントがあるそうです。え、何クリアファイル、クリアファイル。そういうんじゃないの、違うの、いきます。あ、チケットホルダー、チケットホルダー。いやー、実はね、タンブラー、タンブラー、ものではないんだ。違うのか、何、何、ここには入ってないんですよ。何そのまま読ませていただきます。思想的なことじゃなくて、何参ります。はい、J 開幕カードは12月24日に発表、史上初の YouTube 中継、クラブにも事前公表なし。え、日程を発表するってこと。開幕カード限定なんです。開幕カード、クラブも知らない。そう、あの例年だと実はあの開幕で大体ほら2月の23、4とかにあるじゃないですか。でだからその約1ヶ月前のところで1月21日あたりに、あの大体 J リーグさんっていうのは、あのその日の朝こうね、新聞社とかも含めた上で発表していくっていうのがあるんですけど、ね、カンファレンスとかでね、写真撮ったりするよね。そうそう、でそれをもう一気に早めて開幕カード限定で、もう12月24日の午後6時半、だから本当クリスマスイブですね。すごい。あ、これはあれだね、ニュースを上手に作る、J リーグのうまい候補生。いや、素晴らしいですよね。で、J リーグ公式 YouTube チャンネルで発表度のことなので、なんですけども、いち早く我々は情報を得まして今発表しますよ。そういう感じじゃないの。そういう感じじゃないんですけどね。そういう感じじゃないのか。川崎はどこでしょう、どうかと思います。いや、川崎がありそうだな。でもこちらは周りに言ってたわけでしょ。うん、やっぱり1位2位だから、あ、神戸ね。かでもそうなんですよね。でも ACL 組同士でやらしときたいよね、やっぱ日程あるから。最初あるうちに、ね、最初に消化しときたくない。だからまあ正直浦和かマリノスか神戸のどこかですよね。ああ、そうね、うん、川崎神戸じゃない。川崎浦和、川崎浦和はゼロックスでやるからね。そう、ゼロックスでやるから。あ、ごめんなさい、富士フィルムでやるから、ね。富士フィルムでやるから。富士フィルムでやるから。さすがにここで連戦にはさせないと思うんですよね。映るんですでね、撮ってくださいっていう企画があるから。そう、ね、で、うん、で、マリノスは前年やってるんで。そうだ、じゃあ神戸しかないね。って思うんですよね。そういうことか。マリノスはどうですか、マリノスが浦和か。うん、あるんじゃないかな。あ、なるほど。これ全部言ってきます、これ。ああ、僕じゃあこれだけもう一個。はいはいはい。柏京都。柏京都。あ、戻ってきて。それは因縁の。やりそうじゃないですか。ひねりすぎじゃない？いや、やりそうじゃねえかなって思いますけどね。意外と京都湘南みたいな。いや、俺もそれもある。それ感じます ね。京都湘南もある。なんか偶然を装って実は話題性の多いのを入れてくるでしょ。いや、そうなのよ。ね。そうなのよ。だ、関連するところですよね。だからやるならね。昇格組で言うと岩田はどこ？清水じゃない？清水か、うん、やっぱ往年のっていうところも含めて。あ、鹿島。鹿島。わあ、あるな。うん。いやー、佐藤記者。はい。いい目線ですね。ありがとうございます。ああ、なるほどね。ありがとうございます。はあ、はあ、はあ、はあ。あとこう考えるとこれもいいですよね。名古屋。まず名古屋。名古屋はね。うん。どこ？名古屋は遺跡が絡んでくんじゃない？あるよね、だからね。え、どこになるかね。あ、これ東京。東京だ。東京。いっぱい、そうか。でしょ？はい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 。なんかありえそうですよね。なるほどね。ここね、うん。名古屋東京ありそう。あとはここら辺ですよね、あるならね。うんうんうん、あとはどうですか？札幌？札幌は札幌難しいな。札幌ちょっと難しいですよね。あ、待ってばあさん、ちょっと戻っちゃうんだけど。はい、神戸浦和もありそうじゃないですか。神戸浦和は十分にあるでしょうね。牧野。あー、それ次第か。それ考えたらこれどうですか、マーさん。はいはい。川崎。はい。ガンバ。川崎ガンバ。あ、宇佐美。宇佐美。は残留を決めたので。そう。どんな宇佐美がどんなプレーを。あー、あるねー。あるよねー。あれ絶対あれだよね。最終節と。開幕戦だけは人間が決めてるよね。絶対人間でしょうね。
そうだよね。あとたまになんかほら強化ウィークじゃなくて、なんかそういうなんかイベントウィークあるじゃないですか。たまにダゾンさんとか J リーグさん、あそこら辺はだから人がある程度決めてるんだろう。なんかあるんでしょうね、そのあの会場が取れてる、大箱が取れてる、だからビッグカードちょうだいっていう、なんかビッグカード頂戴権はあるでしょうね。あくまで予想ですけども。だってでもほら、メディアっていうかね、J リーグとかサッカーってものもともと。ゴールデンウィークのこの日に、ね、やっぱりナショナルダービー的な試合を、ね、どこどこのホームでとか、いや、全然去年そっちのホームだったから今度私くださいよとかあるでしょうね。あるでしょう。これはあるでしょう。あってほしい。そういうのすっげえ詳しい人いたら面白いね。おそらくこれですね、つって。ダゾンの青山さん来ていただいてもいいですか？青山さん知ってるか、そっか。え、日程くんって青山さんなんですか？そうなんですか。この間ね、ちょっと関係ないですけど、そういえば、あの、打ち合わせさせてもらったんですよ。あの、ダゾンの青山さん。青山さんって言ったら、今、ダゾンの青山さんですけどね、カッパーとかいっぱい出てた青山さん。そうなんですよ。ね、はい、最近お忙しいでしょって聞いたら、いや、そんなことございません、そんなことございませんなんてね、おっしゃってたけど、ちょっとお顔がね、あのちょっと痩せてたって。あら！ほらっていう。だから日程組んだんだっつって。いやー、そういうことか。止まりなさい、止まりなさい、てんつてんつてんてんつ。狙撃を受けています。あれが、あれが、あの、人物が日程組んでしょうか。お茶の水の池をですね、破壊してて、つてんつったら。これ、あれだっけ、一回またいでるっけ、これ。昨日言ってたんだっけ、これ。いや、言った。あ、じゃあ、天丼になってないわ。ごめんなさい。日程君が暴走してエヴァンゲリオンみたいになるみたいな話してた。いやいやいや。まあ、そんな青山さん、逆に僕もね、カウンターパンチ食らったのが、いやいやいや、そんな、もうね、三鷹の佐藤先生こそ、毎晩毎晩個人配信してらっしゃる。あなたに比べれば忙しくないでしょって。忙しいなんて言う権利。カウンターいただいてしまいまして、私も。やられてしまったってのありましたね。開幕カード、これワクワクすんな、ウキウキすんな。そうですね。開幕カードの話をするだけで、これ、一晩飲めますな、これ。飲めますな。イベントしたいぐらいですね。いや、いけますよね、あと何言ってないっけ、もうちょっと喋れんじゃないこれ。いや、全然いけるでしょう、これに関してはね。そう、せんでって、本当は言いたいんだけどね。ずっと言いたからね。G2 発表されないの？多分 J1 って書いてあるかなって思うんで、おそらくは J1 の話だと思うんですけど、ただ、あ、J 開幕カードって書いてあるから、J1、J2 あるんじゃないこれ。あるよ。J2 も J3 も。あるある。やるかね。仙台久しぶりでしょ？俺は、うん。岩手じゃない。俺も思ってます、マサ。大阪友男ダービー。や、あると思う。これあるんじゃない？正直あると思う。ねえ。ちょっとというかかなり思ってます。やっぱりだって岩手としては J2 昇格1試合目だし、うん、やっぱ東北の先輩チームとビッグマッチ話題になる、お互いメディアね、まあ仙台はプレッシャーだけどね。まあね、だとりあえず東北、仙台は東北三県のどこかというか、特に岩手か山形かどっちかだろうなとは思いますね。かなり思うところかな、ね、あとはどこでしょうね。ベガスタキズールね。いやー、最近ベガッタちょっと黒いからな。ベガッタがキズールを見てたってこの間言ってましたからね。大阪さんが。ああ、そうですか。そうですね。あとはちょっとね、気になるところとしては、はい、まあ、カズさんがね、おそらく今年決まるっていう話になってますけど、そんな時によく、ね、例えば J2 クラブとかに行く可能性も全然あるわけで、まあ主に琉球ですけど、そんな時に例えば琉球対横浜 FC なんてね。ああ、そっか。結構人で決まることあるかもわかんないですもんね。あるかもしれないな。でもクリスマスイブにもう発表するってことはもう決まってなきゃおかしいんじゃない？まあ、よほどのことがないかりもうすでに決まってるでしょうね。明日でしょ？明日発表されるってことですか？あ、そうですね。この、リリースしてる次の日、ね。我々は21日に撮ってますけど。そうだそうだそうだ。ああ、そう。早いなぁ。あ、そう。そうですね。いや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 。まあ、まださすがにね、こう、移籍が完了してるわけじゃないから、はいはい、なんて言うんですか？いいあの、どっち勝ちそうとかあれはないけど。毎年クリスマスに発表するっていいんじゃないですか？いいよね。ね。これやってほしいわ。なんか、選手はチーム決まってないから動けないけど、こういう演出どうです？ J リーグが一回そう、パーンってイベントステージで打つんです。うん。サンタの格好した可愛い女の子が、ね。うん。あの、18人出てくるんです。J1 だけで、ね。うん。うんうん、その子たちがこうサンタの格好脱ぐとユニフォーム着てるんです。わかります？2人同時にお脱ぎいただきましょう。どうぞ。湘南と京都かーとか、うわ川崎神戸かーみたいな、あの子誰、あの子誰みたいな、みんな出身のなんか
いや、面白いですね。出身の女の子でいいじゃないですか。はー、ね、あれでも指原だな、どう見ても、みたいな。大分かみたいな、なんか、そういう。ね、面白いな、やっそれは各事務所だって出したがるじゃない？それはね。いや、そうだわ。ね、あんまり有名な方じゃバレちゃうか。あ、例えば、あのね、AKB のチーム8の子たち、あの各都道府県出身の子なので。あ、そうか。とかね。それバレちゃう、バレちゃうな。まあまあ確かに、ね。脱いだ時には関係ない。まあ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 。確かに。いいでしょ、これ。あ、面白いかもしれない、ね。各人ウィンウィンでしょ、これね。いや、本当にそうだわ。脱ぐってのが良くないか。まあ言い方がね。まあでも、でも。演出方法の一つですよね。脱がなくてもいいけど、なんかね、パッとわかる。わかるもので ね。確かに。面白いかもしれない。なんか水かけたら色変わるのとかないのかな。寒いよ。スス、いや、でも毎年ね、やってほしいですね。そうへぇ、ですね。あと、だから、そう、まあ、皆さん、はいはい、まあ、違う動画でもちらっと言ったことあるかもしれないけど、うん、俺、今年あんまり遺跡起こってほしくないんですよね。起こってほしくない。正直。もう怒っちゃってますよ、うん、いっぱい。まあまあまあ、うん、多少でしょうがない。そう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 。あの、盛り上がんじゃん。あの、海外移籍する選手とか、あと引退される選手とかもいるので、それは多少移籍は起こっちゃうけど、うんうんうん、あの、要は、うん、今年こそ、うん、いっぱい移籍したチームは、うん、俺、勝てないと思う。はあ。あの、何回も言ってるけど、途中で、作る時間がないってことないし。うん。だからよくあの、ほら、なんかあった時って、なんかこう一回ストップされると、うん、そこで流れがリセットされる。はいはいはい。まあ逆に言うとリセットできるっていうのもあるじゃないですか。だけど、リセットタイミングがないシーズンなので、はいはいはい、はい。最初のものがもうそのままスルンといくから、うん、やっぱ今年に関してよりそれこそ開幕のところでどれだけ勝ち点積み上げられるか、最初5、6試合で流れ作れるかっていうのが、そのまま行くんだと思うから。だ、継続の方が有利っていうことだよね。そうですね。短期決戦みたいなところもあるしね。そうなんですよ。でもね、これ聞くと、すでになんか監督が変わっちゃったっていうチームの皆さんとしては、うちだってもうそしたら監督変わっちゃったからありえないじゃん。そうですよ。なんてこと言うんですか、先生。謝ってください。謝らないです、まあ、さ。なぜなら、はい、僕はそこに一つ言いたいことがあるからです。監督が変わらないチームってのは逆に言うと、はいはい、今回この12月24日にカード発表されるわけでしょ、はいはい、監督変わらないチームは先日そんなに大きく変わるわけではないので、うん、対策、しやすいですね。あ、まあ、なるほど、そうですね。そこで自分たちがまず開幕でいい流れっていうのを積みやすいってところもあると思うから、なるほどね、そこ狙っていくっていうのは僕は手なんじゃないかな。何自分で期間煽って、何自分で埋めてくれてるんですか。フリートーチ一人でやっちゃいました。うまいですね、先生。何自分で心配まで埋めてくれてるんですか、自分で煽って。いや、ほら、先生の時ってこういうことしかやってたから、ずっとね。聴衆を引きつけ、生徒に関心を持たせて、うまい。そう。うまいですよ。その時はどんなヤンキーでも絶対聞くってのがありますから。ああ、そうですか。そうです。僕はね、満を持して振ってボケたんですけど、受けなかったらね、ボケってなかったことにする時あります、多分。たまに。テクニックです、これ。高度なテクニック、さらに一個いくんですね。そういうことですね。僕ぐらいになるとね。滑っただけだよ。そう、なるほどな。そういう見方もできますよね。確かに、ね、うん。まただから、ちょっとね、この開幕カード受けてのみたいな、なの動画はちょっと一本作ったかなと思うんで。そうだね、モテるわけだから、確かに。そうですね。これはいい。うん、やっぱ情報は、やっぱ出してってほしいね、いろいろ。そうですね。年末にかけてとかね、どうしてももうあの、プロの話よりも、はい、移籍だともう選手権になっちゃうじゃないですか。ああ、そっか。うん。その前に一回ね。そうですね。一個ここで出しておくっていうのはすごい重要なことなんじゃないかなって思いますからね。予定も、あの予定も立てやすくなりますね。過密日程だから、ね、って分かってるから先に動いてくれてんだね。さすが。そうなのよ。あと、チェアマンの発表はいつどういう形で行われるんですか？ああ、気になりますね。1月か2月ですよね。そうそうそう。多分風船割れて中から野々村さん赤いスーツが出るんでしょ？ドーンって出てくるんですか？おうおう、いや、それもちょっと見てみたいですよね。あ、そういえばちょっと、まあ、今日のラストぐらいのね、トピックになるかもしれないですけど、これちょっと言いたいことあったんです、私、椅子の格好で鎧つけて、椅子の鎧みたいなの出てきて、チェアマンです。あ、こういうことじゃないのみたいな、やってほしいですけどね。やってほしいな、それぐらい。ごめんなさい、ごめんなさい。いい、ちょっとびっくりというか、はい、今ね、今回あれです、なでしこのお話。はい。B リーグというか、なでしこというか、はいはい、今、なでしこジャパンにも選ばれてるのは、ベレーザの遠藤純選手。うん、うん、はいはいはい。東京オリンピックでもね、そうそう活躍されてましたけど、
あの、遠藤純選手が、あの、アメリカ行くことになったんですよね。アメリカのチーム名がちょっとね、あの、すごい。シアトルレインでしょ？いやいや。かっこいい、めっちゃかっこいい、シアトルレイン。違う。もっとすごい名前なんですよ。エンジェルシティ FC。エンジェルシティ FC、かっこいい。そう。かっこいいですよね。でこのエンジェルシティ FC ってちょっと私調べたんですけど、はいはい、これちょっとびっくりしたのが、はい、あの、ハリウッド女優のナタリー・ポートマンさんいらっしゃるじゃないですか。ナタリー・ポートマン、はいはい。とか、あの、あのテニスの、はい、あのセリーナ・ウィリアムズさんがクラブの創設に関わったっていうチームなんですって。超いいじゃないですか。そう、そんなチームに行かれるってこと、へーなんてことがあって。でなんか、はい、あの、その、だこのエンジェルシティって、はい、まあ、今回このね、秋から WE リーグも始まりましたけど、はいはい、このエンジェルシティは、その、2022年からの、はい、あの、いわゆる、アメリカのいわゆる WE リーグ、ナショナルウィメンズサッカーリーグってあるんですが、はいはいはい、そこに参戦するって新しいチームなんですって。へぇー。なんか、1年間にこう、2回、ね、女子サッカーがちょっと盛り上がってんなーってのが。あるので。で、あと、ほら、1月にはね、うん、あの、日本代表も試合あるけど、最終予選、うん。あの、なでしこ組もね、あの、アジアカップ、女子はアジアカップあるから、うんうんうん、なんか、1月はちょっと代表マンスリーな感じとかもあったりするのかなってのもあるので、楽しみ、いろいろ楽しみ。楽しみがね、続くなってのもありますね。ちょっとね、本来だったらこう12月とか1月とかって、まあ、見るわけでもな、海外の試合とかちょこちょこ見たりっていうのはあったんですけど、ちょっと今ヨーロッパさんの方で、あのね、コロナさんがまたちょっと猛威を振るいまくっちゃってるってところがあって。いや止まんのはやめてほしいな。そうですね、止まっては今んとこないんだけど、うん、ちょっと延期があまりにも目立っちゃってるって状態で、試合数バラバラなんですよね、もうかなりね。ゾラーな感じで来てるね。そうそう、だからここで例えば同時試合やろうかなって思ってるところとかでも、ちょっと危ないなとかっていうのがいくつか出てるので、なかなか僕も設定できないんですけど、ね、だから1月はね、まあ、海外とか、あと G リーグもないところも結構多くなりますけど、その代わり代表があるって感じになるから、はい、そこちょっとね、見ていきたいなって思いますね。なるほどね。はい。わかりました。感じでございました。ということで、そうですね。要はどあのネットで発表されるんですか ？YouTube チャンネルです。ね、YouTube チャンネルで、はい。どういう演出でやるんかね。そのいや楽しみですね。サンタのやつじゃなければな何なのかね。中でも幕引くじゃんピャーンっつって。なんか宝くじみたいにこう今決めるんじゃんバーンっつってあの弓穴って。今マジで誰も分かんねえのか。今決めんのかいみたいな。タコのパウル君が決めるんじゃない出てきて。まあ、そういうパターン。ゆっくり、札と札をこう繋げるみたいな。J1 から J3 まで終わった時一体何時間かかってるんでしょうね。タコぐったりみたいなね。いやいやいや。じゃあ期待しましょう。ありがとうございました。私も受けてのお話をね、したいと思います。またね、したいと思います。開幕戦、どことどこだったら面白い。こういう理由でどうだっていうのをね、コメント欄に書いて。コメントよろしくお願いします。嬉しいです。はい、ありがとうございました。ということで、見るおかやすみ時間ラジオ、また明日です。サブチャンネル、チャンネル登録よろしくです。バイバーイ。バイバーイ。楽しかったです。うまくなってるな。